西タマリゼーションの前後でのトウモロコシの変化。西タマリゼーションとは、トウモロコシをはじめとする穀物をアルカリ水で処理する方法である。メソアメリカの食文化において重要であり、紀元前2000年のオルメカ文明の時代に始まったとされる。この技術によって、トウモロコシはメソアメリカの人間にとって、食物の5分の4を供給する主食になった。現在では、 トルティーヤやタマルのための生地を作る際に用いられている。ニックステマルは、アステカの言語である、ナワトル語で、ひきわりとうもろこしから作った食物を意味するネシタマリに由来し、この語は灰を意味するネシトリと、マサを調理したものを意味するタマリの合成語である。とうもろこしは、紀元前5000年にはカボチャ、豆、アボカド、唐辛子など他の作物とともに、 メソアメリカで栽培されていた。しかし、初期の野生種とウモロコシであるテオシンテは一房に5粒から10粒が実るだけであり、長期間をかけて多数の粒を持つトウモロコシへと品種改良されていった。マヤ文明の先古典紀前期までのトウモロコシは、儀礼用の飲料の材料であり、西タマリゼンションにより主要な食材となった。初期の方法では、トウモロコシを 石灰や木灰、カタツムリや焼いた、炭水巻貝の殻などと一緒に煮て一晩冷まし、火碑を洗い流していた。この処理法によって、トウモロコシはメソアメリカの食生活を支える主食となった。他方、ニシュタマリゼーションを知らずにトウモロコシを食したヨーロッパ人たちの間では、ペラグラをはじめとする欠乏性疾患が増加した。トウモロコシをアルカリ水処理することで、 人の必須アミノ酸のうち、特に、リシンとトリプトファンの吸収が容易になるほか、人に必須なビタミンの一種であるナイアシンは、体内でトリプトファンから合成されるため、人にとってトウモロコシの栄養価が高まる。カルシウムは20%、リンは15%、鉄分は37%上昇する。また、火肥を取り除くことで、すりつぶして練り物にしやすくなった。 リトグラフに描かれたメキシコのトルティーヤ調理風景。1836年、マサの作り方はトルティーヤ、タマル、ポソレなどで異なる。トルティーヤの場合は、まず水洗いしたトウモロコシを鍋に並べ、水を加える。アルミニウム製の鍋はアルカリに反応するために、好ましくない。弱火にかけて石灰水を加えると、トウモロコシはすぐに黄色に変色する。 20分ほどしたら火からおろし、一晩漬けたままにする。翌日水ですすぎ、引いて、マサを作る。石灰が多すぎると、マサは濃い黄色になり、苦くなる。タマルは、西タマルのペーストを、トウモロコシの葉に包んで蒸し、野菜や肉を中に入れる。地中で蒸し焼きにする方法と、鍋で蒸す方法がある。西タマルのペーストを水に溶かしたスープ状のものは、アトルと呼ばれ。 唐辛子、カカオ、蜂蜜などを加えて飲んでいたとされる。西タマリゼーションは古くから伝わる優れた処理方法ではあるが、大量に水を使用する欠点がある。また、水や石灰を生活排水として捨てることにより環境汚染が発生する。さらに、西タマリゼーションの過程で、いくつかの栄養素が捨てられることも問題である。ありがとうございます。